正直嬉しいよりもびっくりが先に来ました。というのは、まあ、今までも活動する中でどうしてもこう動物に対する活動というのは好き嫌いもあるし、注目されにくいので、なのでびっくりのあと嬉しいという感じでした、はい、大きな変化は特になかったんですけど、ただこう活動する中で注目してくれる人が増えて、その、まあ、見た人からボランティアさんを紹介してもらったりとか、少しずつ広がってきてるなと感じてます。はい、今までは知ってもらうことを大切にしていたのでマルシェの形が多かったんですけれども、これからはもっともっと啓発に力を入れていく活動をしていきたいと思ってます。反響、これ一番大きな反響はなくて、正直なところ、なんか逆に出とったようなぐらい言われることはたくさんあって、で先日富山県にも行ったんですけれども、結構他の県での反響というか言われることがとても多くありました、はい、まあ、私も社会活動してみて思ったことなんですけど、いろんなこうして思った方が周りにいらっしゃるので、あまり周りの意見に惑わされず、まあ、貫き通してほしいなと思います。